さてと、朝飯も食ったし、仕事に行くまでまだちょっと時間があるな。そうだな。適当に時間潰すか。よっと。あ、レン、これ欲しがってた雑誌買っといたから。ああ、ありがとう。ああ、どうした？なんか肩凝ってるんだよな。昨日仕事中ずっと座りっぱだったからかな。あ、そうだ。なあレン、前にさ、誕生日のプレゼントで肩叩き券くれただろ。あれってまだ有効？ああ、いつでも。それじゃちょっとお願いしてもいいかな。今か？うん、まだ時間あるし。このまま肩を叩けばいいのか。そうそう、軽く手を握って拳でね。もっと強くやっていいよ。痛くはないのか？全然。そうか。これで合っているか？もうちょっと上の方かな。こうか？あ、うん、そこ。さすがね、飲み込みが早いよな。すげえちょうどいい。そうか。うん、俺いつもばあちゃんの肩を叩く係だからさ、たまには人にやってもらうのもいいよな。なあ、どうせならさ、他のところもやってくんね。他のところとは？今は肩だろ。背中とか腰とかさ。俺寝っ転がるから。構わないが。やった。背中を揉めばいいのか？うん、いろいろやってみてくれれば。了解。なあ、その体勢でやるの辛くね？確かにやりやすいとは言えない。もっと盛大にやってくれてもいいけど。だが、あ、やりやすい体勢となると、青葉の上に体重をかけるか、あるいは乗ってしまうしかない。いいんじゃね、別に。重いだろ。全然、そんなの今さら気にすんなって。すまない。どうだろうか。うん、うまいうまい。あー、気持ちいい。もっと強くしてもいいよ。こうか。あー、いたたたた。すまない、少し力を入れすぎたようだ。違う違う、マッサージの時に痛いってのはそこが悪いってことだからさ、重点的に揉みほぐしてもらった方がいいんだよ。そうなのか。そう、あんまりグリグリやられるのは痛いけど、ちょっとくらいなら全然大丈夫だから。わかった、やってみよう。ああ、いい。あ、そこ。青葉。うん。その、本当にこれで合っているのだろうか。何が？マッサージというものについてだが。うん、絶妙な力加減ですげえ気持ちよかったけど。ああ。どうした？オールメイトの時はあまり気にしたことがなかったのだが、人として接するようになるといろいろと勝手が違うことが多いな。どういう意味だ？計算や想定の通りにはいかないということだ。例えば？いや、気にしないでくれ。なんだよ、気になるだろうが。って、あれ？あ、そうか。あのさ、
今日ってレンの誕生日でもあるんだよな。確かにそういうことになるな。そしたらさ、何か欲しいものとかあるか？欲しいもの？俺にして欲しいことでもいいし、何か希望があるなら遠慮せず言ってみろよ。青葉がそばにいてくれればそれだけで十分だ。それじゃ普段と変わんねえし、たまにはわがままっつうか甘えるっつうか、とりあえず何でも言ってみろよ。では一つだけいいだろうか？うん、何？青葉はよく俺の髪を撫でるだろう。ああ、お前がオールメイトだった時の癖が抜けなくてついぐしゃぐしゃってやっちまうんだよな。俺もあれを青葉にしてみて、いいだろうか？え？いつも青葉が嬉しそうにやっているから、どんな気持ちになるんだろうと興味があった。冗談じゃなさそうだな。そんなもんでいいのか？ああ。いいぜ。だったら好きなだけぐしゃぐしゃしろよ。でも別に誕生日じゃなくてもそんなのいつでもいいんだけどさ。では触ってもいいだろうか？はい、どうぞ。もっと派手にやってもいいって。そうか。これは変だろ、ボサボサだし。いや、こういう状態の青葉も俺は好きだ。え？つまり髪が乱された状態になっている青葉はいつもと違って可愛いと思う。何言ってんだお前。まあいいけどさ、別に誕生日じゃなくてもまたやりたくなったらやっていいぜ。そう。にぃおそろい。誕生日おめでとうね。誕生日おめでとう青葉。それからセイももう一人の俺も。ああ、みんな喜んでるといいな。そうだな。ところで青葉、そろそろ家を出ないとまずいんじゃないか？ね。ああ、やっべ、遅刻する。あ、今日の夕飯はばあちゃんのスペシャルディナーとケーキがあるから期待しとけよ。ああ、それじゃ行ってくる。行ってらっしゃい、気をつけて。